はようございます。5月8日の朝5時46分の相場解説になります。これは今ね、1時間足のドル円を見てるんですけども、こういうふうにね、順調にずっと下がってきたわけですよね。こういうふうに下がってきて、昨日も当然売りの方で取ろうかと思ったら、なんとですね、今回はぐわーっと上がってきてですね、であれあれあれ、上昇に転じたのかなって思ったんですよ。でも今朝起きてみると、こういうふうにまた下の方に下がってますよね。で、実はね、この上昇に転じている最中に、あるね、方からメールをいただきました。あと、何人かの方からいただいたんですけども、今日はその一つを抜粋していきます。もちろんね、私の返信だけを抜粋します。ですね、その方は、こういうふうに考えていたんですよ。当然ですよね。こういうふうに、ちょっと待ってくださいね。普段でしたら、こういうふうに上がってきて、このあたりで、このあたりでね、N を書くようにして、これがまた下に下がってきて、まあ、売りで取れていけるってことをね、想定したと思うんですよ。当然私もそういうふうな放送をしましたからね。で、こういうふうに言われています。N 字での売りのタイミングを待っていたのですが、あれあれと上昇だったことが幸いし、未エントリーでした。そうなんですよね。N が取れると思って待ち構えているのが大半なところだと思うんですよ。今までの流れ。それで言いやすいかと思います。でも、なんかね、上の方にどん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 上がっていって、売りに入るタイミングを失っちゃったよってことなんですけども、でもですね、私はこういうふうに返信しました。いいですか？返信のメールをちょっとね、ご覧いただきたいと思います。はい。106円540あたりで下落に転じていることもありますので、私はちょっと見てみますということで、106円の540でタイマーをかけてね、売りを私はね、考えてるわけなんですよ。で、4時間足を見てみましょう。その根拠がかかります。今、1時間でお見せしたところが、まさにね、ここなんですよ。こういうふうに下がっていく流れのところで、上昇に転じて N 書いて下に行くのかなと思ったら、こういうふうに上に行ったじゃないですか。で、106円の540っていうのはまさにここなんですよね。ここ。だからゾーンを超えたあたりで、これがですね、倍の勢力、要するに買いの勢力がすべてね、利益を確定させて、また下落に転じているわけなんですよ。要するに大きな N っていうのを、ここでね、大きな N っていうのを書く。というふうに考えることもできます。104円で見るとね。で、上級者の方は、根っこから入ってくださいねっていつも言ってるのが106円の540なんですよ。ね、私は上級者なんで、ここで、要約をかけていたわけなんですよ。ということは、売りで取れていけるんですよね。で、ゾーンを抜けたあたりで、利益決済をするわけですよ。これ、利益確定を。あとはもう一回、この下落の波がね、本当にしっかりとですね、下落の波が、N を書くようにそこまで下がっていくのかを見るために今日を使っていこうかなと思うんですよ。下落の波、これでね、大きな N を書くかどうかっていうのを検証する今日は一日になります。ということでございます。まあですんでね、思わぬ値動きしたときは、一旦、今でしたらセルをね、もうなんですかね、ロスカットして様子を見るんですけども、4時間の方に時間を移したときに、大きな時間軸っていうのは1時間よりも影響力が強いですから、待てよ、ここ、何、ゾーンがあって、これゾーン抜けたあたり、106.540 で、多くの方が利益確定すんじゃないのと思ったら、まさにね、利益確定して下に下がっていったんですよ。それがなんでわかるかっていうと、このヒゲですよね。ヒゲ。ヒゲっていうのは要するに、利益確定が進んできて、もう決済が多くの方がね、上手な方が決済をバババってするわけですよ。これ人数が多いわけじゃないです。人数が少なくて、金額が大きいんですよ。ね、多くの方は少ない金額で、数万人とかいう人がね、ロスカットするんですけども、そのロスカットを一部の人が、大きな、利益をね、取っていくんですよね。で、まさに多くの方は、こういうふうな一部の方の巨額な金額の利益確定の、まあ、餌食になったということなんですよね。まあ、死体がたくさん見えるっていうふうな表現もしますけども。ほんで、プラス、今、上髭が2つ大きなのが見えますよね。そして下落に転じるわけですから、この下落の勢いは大きいんではないかなって考えながら、この大きな N が今日完成することを私は、高い確率で見てるわけなんですよね。というのが今日の相場解説でございました。それでは、ありがとうございました。またね、夜中でも何でも私がもし起きてたら、その時に、今回みたいに、106円の540で、折れ曲がって、そこから売りに転じるんじゃないかっていうことがね、もう申し上げられますんで、で、その通りにやったらやっぱりね、がっぽりいけるわけなんですよ。そういうことでね、FX されてる方は、わからない時には、わかる人に聞くと。この繰り返しで力をつけていってください。では以上です。